これね、リサ・ランドール博士だっていうような気がするんですけど。リサは？リサ。あ、リサ。リサ・ランドールって人だっていうような気がするんですけど、難しい本出してる人いるんですけど。うーん、本の名前も私忘れちゃいましたけど。まあ、内容からすると、うん、この世界は11次元あるって言えるよねっていう本なんですよ。ちょっと11次元がよくわからない。うん、なんかね、理論物理学者っていう謎の学問があるんですよ。だから理論的に言うと、だから本当にあるかどうかあれなんだけど、理論的にはこの世界は11次元あるよねっていう。ああ、それが証明できるってことですか？理論的にはらしいです。で、まあそこはちょっとね、理論なんで、じゃあ具現化しているかしないかってしてないので、だ絵に描いた餅的に言うと、11次元あるって言えるよね。なんかその理屈的には言えるらしいんです。で、そこにね、書いてある例え話みたいなのがあるんですよ。はい。二次元の世界の人には三次元の人のあれがわからないっていうのが。うん。だから、漫画の悟空いるじゃないですか。はい。あいつが最強なら二次元の世界なんですよ。うん。三次元でやってくれないんですよ、あいつは。うん。でその悟空の主は誰かっていうと鳥山明先生なんですよ、うん、鳥山明先生は3次元の世界なんですよ、うん、だから2次元の世界にとっては神じゃないですか、うん、わかります、はい、うん、いつでも悟空を殺すことができるし鳥山先生がですね、うん、生き返らせることできるし世界の設定も作ることができるしってなって、うん、だ任天堂とスーパーマリオの関係みたいな、はい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 、マリオはあそこで最強みたいになってっけども、実はカセットの中にいる。うん。これが2次元と3次元違うんです、うん。ってことは、4次元っていう世界があったとしたらですよ。何のためにって3次元の人が言ったところで、わからないんですよ。知らないから。だから我々は、鳥山明先生に書かれてる悟空たちと同じという。操られてるってことですね。あるんだったらばそういうことだ、うん、でそっち側にいる自分がだから悟空にとっての公衆人間は鳥山明先生って言うと分かりづらいんですけどもっとそのいるんですよ、制限のない世界の自分っていう。でその4次元の可能性を広げましょうっていうことですね。4次元5次元6次元がある、でまあそれをくだらなくやると変なスピリチュアルみたいになっちゃうんですけど、可能性はあるよねって